はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめまして、ラヒトははじめまして、シラコングです。今回ね、この力セル、極限デトカクセ、下セ、力セルをね、使っていこうかなと思ってます。当時はね、結構強いなっていう印象はあったんですけど、今となっては、ちょっと無限上昇では物足りないっていうのがありますね。まあ、ディフェンス 50%、アタック 100% の木玉ロックを取得するとさらに上がるっていう風な感じですね。こいつの強いってことデバフなんですよ。だから当時では極限バトルとかに用いた気がする。左から2凸で、2凸1凸3凸で、無凸2G ですね。やっていきましょう。さあ見せてあげましょう、セルちゃんの力。なるべくね、まあ、今回は長期戦ということでね、しっかりと、無限上昇さした上で、まあ進化を発揮できたらなと思います。スロー。あ、ちなみにですけどね、告知の方はコミュニティの方でさせてもらったんですけども、ディスコードを設立しまして、まあどっかのことであったりとか、まああとはそうだな、コールオブデューティー、それから、ポケモンユナイト、カルコブの、まあ、ディスコードチャンネルを設立しましてですね、皆さんでね、楽しくワイワイ、まあ、話できたらっていうのもあるし、まあ、攻略的な感じでね、まあ、板として使ってほしいというのもあるんで、皆さんぜひね、どうぞ加入の方よろしくお願いします。本当に、全然初心者からマウンチュクレンシャーまで、大歓迎でございます。例えばね、もうこのパーティーどうすればいいとか、どっかの場合だったらね、このパーティーどうすればいいですか、とっさんとか、ね、何でもいいです。もう本当にもう、これどうやって攻略すればいいですかとか、何かありましたら全然もう言うてもらって構いません。はいはい、ぜひともよろしくお願いします。まあ、楽しく生きたらそれはそれでいいんでね。はい、 OK。 さあ宇宙まで弾き飛ばしてやる。吹き飛べー、飛べないっす。さあこれで第二形態、なんか中途半端な HP で第二形態になられるとちょっと困るな。一回しか多分打てないよ、この HP だったら。どうだろう、まあ、とりあえず打つか。まあまあ、ディスコードの方もね、設立して、そう、今後としては、どうするかっていうと、まあ、Twitch の方でも動画上げれたらなっていうのもね、一つありまして、実はね、YouTube だけじゃなくて、Twitch の方でもちょっとやっていければなと思ってます。スイッチから YouTube っていうのはよくあることなんだけど、 YouTube からスイッチってそんなないのかな。まあいいか。まあ今回僕はね、そういう風な形でね、撮っていこうかなとは思っています。はい、まあでも、YouTube っていうのが結構身近にあるから、まあ、YouTube の方での動画がメインにはなるかな。よっ、もう一発いけないぞ。これで元は取れたね。なんならもう一発打ってもらったらいいんだけど、これで第一形態で打ててなかった分が打ったっていうような感じ。うわー、ナイス、素晴らしい。グラビティボブ、おお、強すぎる。211番、さあどっちが強いかな。無限上昇 VS 即セル。さあエロいよ、エロい進化するよ。うわ、エロいエロいエロ
さ、洗礼されたフォルムですね、本当に。最初はアタック無限上昇だからしっかり使っていきたいっていうのはあるよね。23万かでも。まあ打てば上がるしね打てば上がるし、いいよ別に。さあ595万ツアー、いいね、たまらんね。あ、でも最後技か、そういえば。お可哀想に君の技は当たってないよ。さあ384万通り、こいつも最高だったね。まあでも極限ずっと育成するっていう話もあるからね、なんともいいね。うおー、相手も避ける、相手も避けるか、やるな。はい、ブルン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 。さあ行こうか。うん、まあ力セル打ってからでもいいか。さあ228万、なんか上がってる気せんななんか上がってんのかこれ。虹になったのすごいな、944万点やばいな。さあ来ましたね、カモが、カモが来たね。 OKOK、 悪くない悪くない、このステージはカモですね。あーこれ、あっミスった、ミスった。ミスった。やべ、超絶ミスった。まあいいか。結論はいいかってなるから。あ、しゃあないしゃあない。こういうミスもあるよ。ご愛嬌ということで。あ、リンクがいいね。こっち。うわあ。こっちで行こう。打てへんくなったんだったらこっちで行くしかないね。で、力セルを裏に回します。これはね、俺のミス。超ミスったね。916万。いいね。火力やばいな。たまらんねえ。はい、OK。さあ、チセルですね。ロックモード入ってもええか。これでいきます。本気を見せてやる。本気を見せてくれ。トランクスルー。一回ミスったね。まあまあいいでしょう。さあ、どれぐらいダメージを与えるか。一応火力としては640万ですけども、あそこから上乗せがあるんでね。で、なおかつ追撃もあると思うんで。ああ、たまらんばい。たまらんばい。ずぅ、うまい、いいやつだなダメだ、朝一のブーは全然ダメだ、朝ブーはダメだね。うーん、キートベイ、
クイこれ真ん中打ってくるくさいな。あ、ケツやばい、110万弱いけど、これ刺激機能がでかいから、あぶねー、死ぬか思ったわ。死ぬ寸前まで行ったぜ。衝撃すんだけか。いやー危ないね、危ないことをやられた。危ない危ない。まあでもファイヤー使っててよかったね。なんかそんな気はしてた俺。あ、死ぬかも下手したら死ぬかもしれんって思ったよね。よかったよかった。つな、はい、OK。そんなものかね、チミの力は。さあこっからっすね。ステータス見てみましょうか。一応リンクつなげてと、あー即セルの2分の1やね即セルの2分の1ですね。困りましたね長者ウィスも使うとか。ウィスな、数が少ねえから困るんだよな、マジで。ウィスの消費量がすごいからね。我がシラコング、ウィスの消費量世界一。そんな感じですね。はい。あれ、名前なんだっけ、シュトラハイムだったっけな。我がドイツ軍の科学旅行は世界一。あったね。シュトラハイムだっけ、なんかそんな名前だったよね。ズア、あー会心念頭やばいな。浮き飛び、こと思った以上にことこと。いいでしょう。配信出さんとダメだね。即属性のセルで、うわー、おい、オラの怒りゲージが増えていくぞ。配信、おい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 、頼むぜおい。頼むぜおい頼むぜおい、本当に飛ばすか。ちょっとねあれだね、あの力セルだとちょっと火力不足が否めないね。まあしゃあないけどさ。さあ695万、やっぱちょっとユリ属性で叩いて、うおーガツく野郎だぜガツく野郎だぜ。本当に力セルね弱くはないと思うけど、そのなんて言うんだろうな、多分レッドゾーンで通用する火力はないね。209万、まあ6個以上取らなあかんね。それでもやっぱ200万とかそんなんなんだよね。そう思うと、あ、結構軽いキャラだなって思っちゃうよね、やっぱり。それは否めないか。強いんだけど、なんだろうな、今の環境のにはちょっと釣り合わない無限上昇キャラって言ったらいいかな。で、まあでもデバフっていうのが強いから、デバフを用いるんだったら全然ありかな、僕としては。例えば力の極限 Z、 あ違う、極限バトルロードとか、人工生命体の極限バトルロードとか、
そういったところで用いる分にはいいと思う。相手硬すぎんこれ、マジで。私をイライラさせるぐらい硬いんだけど。なこれ使うか、さすがに使おう。すまん、ウィス。もうウィスの個数がないってのに怒ってるよ。即セルで受けるよりは絶対17、18号で受けた方がいいから。ちなみに今収録時間朝の8時です。めちゃくちゃ食らったな。まあ、HP がこいつ30倍以下だっけになると、追撃機能へシフトしていくっていう風な流れなんで、まあそれはそれで強いからね。さあ762万。ムカつく野郎だぜ本当に。やてめえはてめえはムカつく野郎だぜ。会心が噛み合わんとマジで火力出るな。伸び悩んでるね、チミは。チミは伸び悩んでるんだよ。あ、やべ、まあいいや。でもこいつの強いところって自爆なんですよ。自爆も強い。あの無限上昇か回復もできるから。あとそうだな、強いところを挙げるとすれば必殺が打ちやすい。まあ、今回はカメハメハ、チーバケじゃなくてカメハメハだけど、気力メーター10か。10から打てるんですよ。10、11、12とね、打てるんで、10でカメハメハ、11でチーバケ、12でカメハメハ。より強いカメハメハとなってます。より強いって言っても、あの火力だけどね。さあ、ショボハメハ。ショボハメハ。まあ、かといってね、まあ、ステータス、まあ、お化けじゃないけども、まあ、ある程度使えるかなとは思うけどね、俺は。ある程度ね。ある程度だからね。めちゃくちゃというわけじゃないで。でね、鼻がね、鼻がズルズルいって申し訳ないが。さあ、切りつけようか。いて。さあ、これで終わりです。吹き飛べ。オッケー、危ない。まあ、てな感じでいかがだったでしょうか。力セルですね。まあ、使えんことはないレベル。でも個人的にはちょっと手厳しいとこもあるかな。まあ、でも優先順位、今の環境で優先順位つけるのは力はザザザチーかな。はい、てな感じでご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。